白鳥大橋は、北海道室蘭市にある国道37号の橋。通行無料の自動車専用道路になっている。橋の名称は、室蘭港の別名、白鳥湾から名付けられた。白鳥大橋から眺めた、室蘭港室蘭市、神谷町と対岸の江戸の,江戸の半島にある宿福町を結ぶ、室蘭港をまたぐ東日本最大の吊り橋であり、総事業費は1、153億円。 維持管理費は51億円に及ぶ。2010年度の24時間平均通行量は11,552台。1998年度の土木学会田中賞と照明普及賞優秀施設賞を受賞している。夜間は風力発電によってライトアップされており、2008年に日本夜景遺産、ライトアップ遺産に選定されている。 白鳥大橋の主刀は4カ所の水平材だけとなる、外観がスマートならアーメン方式を採用している。また、主刀を支える、人工島の中詰め材には発電所から出た、石炭ハイスラリーを使用して、コスト削減に努めており、石炭灰の有効利用と経済性が評価され、白鳥大橋人工島として1990年度、土木学会北海道支部、技術賞を受賞している。 白鳥大橋には二つの側塔があり、日本国内では大ナルト橋に一つあるのみである。側塔がケーブルを受けることで、首都やアンカレージの規模を抑えることができた。側塔基礎工事は、地中連続壁合体基礎工法を採用している。ホツヨシげたは側面に鋭角なフェアリングと呼ばれる、飛行機の翼のような部材が取り付けられており、強風や、 着雪時でも安定した橋になるように対策を施している。白鳥大橋は日本国内初となる積雪寒冷地での吊り橋として建設したことから着雪を除去する技術やコンピュータ数値制御により振動を除去するハイブリッドチューンドマスダンパー技術を備えている。白鳥大橋のライトアップやメインケーブルのイルミネーション白鳥大橋記念館の電力は 風力発電施設の電源を使用しており、余剰電力は北海道電力に売電している。1998年度、新エネルギー財団会長賞を受賞している。すべてのイルミネーションやライトアップの発光ダイオード化を進めている。白鳥大橋の首都及びケーブル、日本国内初の積雪寒冷地に建設された長尾橋であり、 作業は冬期間に工事が中断されるなどの条件下で進められた。また、白鳥大橋建設工事では、気候や地形の特性から以下の工法が世界、または日本国内で初めて行われた。地中連続壁併用坂巻合体基礎工法 s 字ワイヤーラッピング工法スイング仮設工法、全品寺工法、北海道開発局室蘭開発建設部所大部。 町の猪瀬やシオットが馬蹄系である室蘭の地形に発展の支障を覚え、1955年に室蘭民法の新年号、初夢特集で室蘭港安港架橋構想を提唱したのが建設の発端となった。昭和30年代の計画段階ではトンネル案も、昭和56年度に事業化後、昭和58年度の白鳥大橋技術調査委員会では、 橋梁方式を、シャバリ橋から吊り橋へと変更した。事業計画では、有料道路としての事業が望ましいとされ、有料の場合でも2000年の交通量を16,300台、日と見込んでいたが、室蘭市の産業衰退や人口減少などにより、再産性が問題視されていた。白鳥大橋の完成が近づいてくる中、運営を委託する予定であった。 日本道路公団が運営住宅に難色を示し、北海道も地方道路公社を設立しての運営は困難と判断した。そこで地元選出の国会議員、鳩山幸夫が通行料に関する問題を提起し、1996年議論の末に北海道開発局長が暫定無料の方針を表明した。総事業費1、0円規模の道路事業が、 通行料無料で開通するのは全国でも異例のことであった。祝津公園展望台から眺めた白鳥神道の夜景白鳥大橋は室蘭市内の各地点から眺めることができるが以下の場所をビューポイントとしている。楽曲映画ありがとうございます。